私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私には可愛い娘のオオカがいるんだけど、今日はママ友の家で遊んでいるんだ。前まではママと一緒がいいなんて言ってたのに、子供の成長って本当に早いよね。あなたの会社に私を入れなさい。もちろん面接とかは何もなしでね。それってつまりコネ入社ってこと？そんな下品な言い方やめてよ。紹介して入社するってだけじゃない。もし紹介するとしても、しっかりと面接とかはやってもらうよ。うちの会社それなりに大手だから、結構面接や筆記試験厳しいと思うけど。そういうことじゃなくて、面接とかめんどくさいって言ってるの。私は実力があるんだから、わざわざ面接や筆記試験やそういうの必要ないの。あなたがすごいと思っていても、私たちが求める水準よりは低いかもしれないでしょ。失礼なこと言わないでよ。私それなりに有名な大学出てるんだから。そういう学力を見るのが筆記試験、人柄や考え方を見るのが面接、どっちも大切なものだから、入社したいならしっかりと受けてもらうよ。そうじゃなくて、私は大丈夫なの。あなたが思っている大丈夫と会社が思っている大丈夫がイコールとは限らない。だからそういうすり合わせをするのが面接場でしょ。堅苦しいこと言わなくてもいいじゃない。私たちはママ友で顔見知りなんだから、それでオッケー。そういうのは無理だから。はぁ、あなたわかってるの？私は結構有名な大学を出ているし、旦那は社長なのよ。じゃあ、あなたの旦那さんのところで働けばいいじゃない。仕事内容が合わないから無理。私と仲良くなっていれば、社長である私の旦那と仕事で関われるかもよ。業種が違うから。違うと思っても意外と接点あったりするものだって。お断りします。コネ入社とかはうちはやってないから。わかったわよ。じゃあこうしましょう。あなたの娘に私の息子をあげる。オオカに？は？言ってる意味が全くわからないんだけど。だから私たちの子供を結婚させましょうって言ってるの。いやいやいや、だからそれが意味わかんないんだって。どういうこと？将来的に身内になるんだから助け合いましょうとか言うつもり？そうじゃないけど、昔はよく政略結婚とかあったって言うじゃない。日本じゃなくて海外の話ね。和平を結ぶために自分の娘を王族にあげるとかあるじゃん。最近そういう漫画でも読んだわけ？それと一緒で、私たちは子供同士を結婚させて、これからはママ友以上の存在になるの。自分で言うのもなんだけど、うちの息子はいい物件よ。なんて言っても顔がかっこいいし、旦那がお金持ちだから、小さい頃から習い事もやってるし、そんじょそこらの男とは違うわよ。そういうの興味ないから。私は娘の気持ちを尊重したいし、娘が好きになった人と結婚すればいいと思ってるよ。そんなこと言わずに私の話に乗った方がいいと思うわよ。だってうちの子ピアノのレッスンにも行ってたし、書道もやってて字も綺麗だし、最近はサッカーにもハマって運動神経抜群。小さい頃は空手と柔道もやってたわね。噂には聞いてるけど。そうでしょそうでしょ。そこら辺の家庭なんか習い事の一つもできないじゃない。だけどうちは経済力があるから、たくさんの習い事をさせているの。経済力とかの問題じゃなくて、子供がやりたいかどうかが大事だと思うよ。習い事してなくても立派に育つし、もしやりたいと言われて家計に余裕があったら習わせてあげるくらいでいいと思うんだけど。わかってないわね。私立の学校でそのままエスカレーター式に上がったら、お嬢様やお坊ちゃまになれるのよ。そしてそういう学校を出てる人は大手企業で働くの。お嬢様にお坊ちゃま。小さい頃からしっかりしてた方が将来も見据えやすいってことで、うちの息子とあなたの娘を。却下。さっきも言ったと思うけど、娘の気持ちを尊重したいの。そもそも私たちの子供はまだ小学生じゃない。小学生の頃からしっかりと将来を見据えることが大事。しかも幼馴染で結婚とか最高じゃない？どこの漫画の設定よ。幼馴染でも学校で出会った人でも社会人で出会った人でも、オオカが選んで幸せになってくれる相手ならいいの。じゃあ結婚したら絶対幸せにしてくれると思うわよ。なんて言ってもうちの旦那は社長で金持ちっていうのもあるしね。じゃあ言わせてもらうけど、
あなたが次から次に習い事をさせて、いやいやながらやらせてるって聞いたけど。そんなことないけど。やりたくもないのに、ピアノや習字、柔道、空手、そんな状態で続くはずもなくて、やっと自分がやりたいって言ってたサッカーを最近し始めたって、他のママさんが言ってたよ。誰よ、そんな適当なこと言ってるのは。それに話が脱線したけど、子供同士が結婚したとしても、あなたを私の会社に入れる理由にはならない。うちの息子を差し出すって言ってんのよ。差し出すっていうか、まあ幸せにしてくれるから最高な相手なんだけど、将来家族になる身として仲良くしましょう。ほら、やっぱりそういうこと言うじゃん。私、なるみさんの会社で働きたいの。大手だし、なるみさんとはママ友だから、すぐに上に行けるだろうしね。そんなわけないでしょ。だってなるみさん、役職者でしょ。私のことをひいきしてよ。お断り。そもそもそういう考え方をしている人を会社に入れたくないから。まあまあ待ちなさいって。私、ワープロ検定4級持ってるわよ。3級だったかしら。自信満々に言うから、どれだけのものかと思ったら、うちの会社では申し訳ないけど雇えないと思うよ。伸びしろがあるの。これからたくさん覚えていくから。そんな風に見栄を張ってないで、近場で仕事を探したらいいじゃない。自分がやりたい仕事をね。この私がアルバイトとかパートなんかするわけないでしょ。あなたの場合、アルバイトとかパートが嫌なんじゃなくて、誰でもできそうな簡単な仕事が嫌とか考えてるんじゃないの。別にそんなことないし。まあ1日6時間休憩あり、週3休みは欲しいけどね。そんな正社員がいてたまるか。企業によってはあるかもしれないから、頑張って探してみたら。なるみさんのところがいいの。大手だし、お給料高いし。仕事をなめんな。え？お給料が高いってことは、それだけ責任を持ってみんなやってるの。知り合いだから入社させてようなんてヘラヘラ言っているあなたとは違ってね。私も本気で言ってるのよ。そのために子供同士の結婚まで提案したんだから。私の本気度合い分かってくれた？子供同士の結婚で本気度合いなんて伝わってくるわけないでしょ。ふざけてるようにしか思えないし、子供を何だと思ってるのって感じ。じゃあ何が欲しいの？子供もダメ、旦那のことも興味ない。あなたは何だったら心が動くの？そもそも勘違いしてるみたいだけど、この会社は私のものじゃない。私の独断と偏見であなたを入社させるわけにはいかないの。でも役職者なんだから口利きしたりとか。じゃあ逆に言うけど、私があなたをもし紹介した場合って、引き抜きみたいな感じで思われると思うの。すごく仕事ができる人を連れてきてくれたんだって期待は高まる。あなたはその期待に応えることができるの？もちろんよ。みんなの期待の倍以上働いてみせる。ダメだこりゃ。変に自分を買いかぶってるから、本当に話にならない。何よその言い方。とにかく、お引き取りください。どうしてもうちで働きたいっていうのであれば、正式に履歴書を送って応募してね。ちょっと待って。私の息子と結婚できる機会なんてそうそうないわよ。うちの息子すっごくイケメンなんだから。ハヤトって名前にぴったりなイケメンさんなの。桜花ちゃんにもこんないい話なかなかないと思うよ。しつこい、くどい、うるさい。なんですって。これが最後の提案よ。うちの息子となるみさんの娘結婚させてあげるから、あんたの会社に入社させなさい。寝言は寝て言え。え？もう話にならないからバイバイ。ちょっと待って。私はまだ話終わってないんだけど。おうか、今頃楽しく遊んでるかな。私も様子見に行ってこよっと。聞いてるの？話は終わってないし、まだ私にはプレゼンしたいことが。あなたのプレゼンすごくつまらなかった。先を聞きたいと思えなかったので、お引き取りください。って言っても帰らないから、私の方がお引き取りします。それでは。なるみさん。ゆりとひまわりとマリエのライン。残念でしたね、相手にしてもらえなくて。そもそも桜花ちゃんとあなたの息子さんが結婚だなんて。まだ小学生ですよ。結婚の話なんて早いですよ。息子の太陽が結婚したら寂しくて泣いちゃうかも。でも幸せになるんだから、それはそれでハッピーか。げ、わざわざ LINE しに来て何なの。あんたたちには興味がないんだけど。なるみさんの金魚の風にはね。私はただなるみさんのことが大好きで一緒にいるだけです。私もなるみさんのこともゆりのことも大好き。じゃああんたたちから頼んできてよ。こっちがせっかく条件出してやってるのに
文句しか言わないのよ、あの人。文句というか、あなたがやっていることがめちゃくちゃなのでは？ハヤト君の気持ちも、オカちゃんの気持ちも、何も考えていないじゃないですか。そもそも旦那さんの会社で働けばいいじゃないですか。それなりに大きな会社なんですよね。仕事内容が合わないの。旦那様からはいらないと言われてるんですよね。そんなこと言われてないし、即戦力にならないって言われただけで、気持ちはありがたいし、手伝ってもらいたいけど今は大丈夫かなって言われただけで、めちゃくちゃやんわりと断られている。だから別に嫌われてるとかそういうことじゃないし、会社に必要だけど私だと能力がありすぎるってだけで。まあここまで自己中心的に自分のことしか考えないのであれば、会社の中で一人だけ浮くのは目に見えてますからね。私はそんなことにならない。みんなと仲良くできる。会社は仲良しこよしをする場所じゃないんですよ。わかってるわよ。なるみさんの味方をしたいからって、そうやって二人でぐち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 、女の嫌なところが詰まったような人たちね。そういうわけではないんですけど、よりが目をつけてしまったので。私となるみさんに不快な思いをさせたからですよ。それだけではなくて、自分の息子をまるで自分の所有物のように。私が産んだんだから、私の息子は私のものじゃない。子供はものではありません。まして結婚相手を決めるなんて、あなたにはそんな権利ありません。あーあー、うるさいうるさい。次のアプローチ方法を考えないと。あなたの下手くそなプレゼンじゃ一生無理でしょうね。そもそも考え方を改めないと無理ですよ。その減らず口を閉じなさい。そちらこそ、先ほどから自由にさせていれば意味のわからないことをペラペラと私のなるみさんに言うくむ。ユリはなるみさんのメンヘラストーカーなので、これ以上刺激しちゃダメですよ。怒らせたら一番怖いんですから。知らないわよそんなことは。それじゃあ私もプレゼンをしましょう。あなたの心変わりができるかはわかりませんが、オーカちゃん来てください。それってなるみさんの娘さん。ちょうどよかった、本人に話せばいい。どうしたんですかユリさん。やっぱりいつ見ても可愛いな、オーカちゃん。そんなことありません。それに、ゆりさんとひまわりさんの方が素敵です。この年齢でもうすでになるみさんのようないい心を、なんと可愛らしいんでしょうか。ねえねえ、うちの息子と結婚したいよね。まだ言ってる。サッカーも上手で、運動もできて、頭はまあまあ良くて、なんて言ってもイケメンでしょ？結婚できたら嬉しいわよね。結婚とか先のことはまだわからないですけど、確かに結婚できたら素敵かもしれませんね。ほーら、そうでしょそうでしょ。あなたは見る目があるわ。私のタイプとは違いますけど。え？一度お付き合いしようって告白されたんですけど、お断りしたんですが、俺はいい男だから絶対付き合った方がいいって手を強く掴まれて、ちょっとそういう人は無理だなと思ってごめんなさいって言ったんです。え？あ、太陽くんが助けてくれたので怪我はなかったです。うちの太陽最高。その後謝ってくれたので私も怒ってないですよ。でもほら、イケメンだし、多分将来頭良くなるし、もしかしたらサッカー選手になるかも。あんまりそういうスポーツとか頭がいいとかは気にならないかもしれません。ただ今のところテストの点数は私の方が高いし、かけっこも私の方が早いんですよ。あ、でもこの前飛び箱で負けそうになっちゃいました。わかりましたか？これが格の違いです。うちの太陽最高！女の子に優しい！それとももしかして好きなのか？え？身内になるのかな、なるみさんと。勝手な妄想をやめてください。そんなのずるすぎます。うん、オーカちゃん話してくれてありがとね。いえ、あ、太陽くんとあざみちゃんが呼んでるので失礼します。私の娘と遊んでくれてありがとね。太陽も楽しそうで何よりだ。嘘でしょ、告白して振られた。それからスポーツテストの結果、テストの点数、すべてにおいてオーカちゃんが上ですね。もちろんそういうので人の価値は決まらないですけど、それでマウントを取っていたマリエさんにはいい薬なのでは？
そんな、そんな。今回は特別に、なるみさんの広いお心に免じて許してあげます。だけど、次失礼な言動を、なるみさん含め、ママ友などにした場合、あなたは裏の施設に連れて行き、爪を剥ぎ、何度も何度も何度も。それから骨を砕き、肉をえぐり取り。すみませんでした!調子に乗りました!これからはもっと息子の言うこと聞きます!好きなことさせます!大手企業で働きたいとかも言えません!お、聞き分けがいい。なんでか分かってしまった。ここ最近離婚や行方不明が多いわけが。察しがいい人は好きですよ。絶対に今後は他人に迷惑をかけません。大変失礼いたしました。私のような人間は近場で何か仕事探します。最低賃金で働きます。そのお金で家族旅行にでも行ってください。そうさせていただきます。ありがとうございました。失礼します。そういえば、ちょっと前に家を出て行っちゃったけど、何してたの？ユリ。マリエさんと偶然たまたま会ったので、ちょっとお話をしてビデオを見せただけですよ。マリエさんが一歩間違えば、進んでいたかもしれない未来の映像を。ってことは、拷問映像を見せたんだね。聞き分けのいい人でよかったです。その後、マリエさんはあの後、スライディング土下座を私の家の前でし始めてマジでびっくりした。私の顔が見えた途端、遠くから土下座するんだけど、勢い良すぎてスライディングになってて、体中が血だらけ。はっきり言って、見てるこっちの方がドン引きだったよ。マリエさんは心を入れ替えたのか、息子さんの言うことを聞いて、やりたいことをやらせているらしい。勉強とかもあまり厳しくはしなくなったって、ハヤトくんが喜んでるんだってさ。マリエさんは近くのコンビニアルバイトを始めたんだけど、コンビニっていろんな人が来るでしょ？そのおかげで今までの自分のわがままな態度を見返すいい機会になったみたい。ユリにチャンスを与えられて本当に良かったね。一歩間違えば地獄レベルの苦しみだったからね。まあ、彼女はあれぐらいでちょうど良かったのかな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。